時代はいつまでもライドラ。やばい。どうもすてです。本日はファイターズ万波中正選手について動画撮っていこうと思います。先日ようやく追加された2024シリーズ版のライト枠。他球団も柳田選手とか、あとサンタナとか、目玉選手もいる中で、こちらの万波中正選手、ファイターズ枠で登場しました。私も今まで動画の中で、さすがに万波、特能弱すぎやろ。まあ、なんだよ、レーザービームと連発など、いろいろ喋ってきたんですが、なんと、最新の万波選手、降格打法がつきました。おめでとうございます。これはかなりの大強化ですね。そして8月下旬にパワーヒッターの強化のアップデートが入ります。もしかしたらこの万波選手の時代が来るかもしれないですね。で、ここで問題なのが、パワーヒー降格の万波選手と、昔に登場したライドラの万波選手、どちらが強いのかと疑問に思う方多いと思います。今日はライドラ万波選手の使用感を見せつつ、まあどちらが強いのかと個人的な考察も行っていこうと思います。ライドラ万波選手の能力なんですけど、ミート61、パワー76、走力71。今の万波選手と比べたら、ミート数値がかなり変わってるんですよね。守備適性はご覧のような感じで、かなり裏捨ても含めて、今の万波選手の方がバランスが非常にいい守備ステータスとなってます。特能がチャンス20丸、ラインドライブさよなら男。ここも今の万波選手と比べて、ガラッと特能が変わってますね。今日はライドラ万波選手も強いんだぞというところも見せつつ、まあ、万波選手以外降格打法の選手持ってきまして、ライドラ万波 VS 降格打法やっていこうと思います。全然ラインドライブ万波選手でも逆方向打てます。早速使っていきましょう。では行こう。はい、ってことでやっていきましょう。万波選手は2番に置きました。チャンス20丸なので、まあ、糸井選手に塁出てもらって、まあ、なんとか、チャンスの状態で、万波選手見たいな。で、相手が、西舘選手。俺、あれだな、ヤクルト純正の救世主の選手やな。うわ、だいぶ強いな。え？お、落ちな。さあ、よし。パワー76のラインドライブですね。でね、やっぱミート数値がミート避けられた場合、こんな感じなんすよね、ミートが。まあ、でも、全然打てます。まあ、結局は、今のプロスピは、パワーゲー。そう。よし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 。ちょっと待って、万波がチャンスメイクしてんだけど。で、あ、まあそうで、走力の数値は変わってませんね。うわ。さあ、そして、ありがとうございます。このアブレイユが実質、パワーヒッター降格の万波選手みたいなもんでしょうか。まさかね、最新万波選手に存在感もつくとは、ちょっと思ってなかったっすね。よし、いや、やっぱインコース攻めなるんでね。やっぱライドラ降格が一番強いかも。ほら。あ？うん。お？うえぇ？お？うえぇ？お？うえぇ？ちょっと待って、お前ハンソンやないかい。誰？セカンド？センター？はあ？いや危な、ハンソン、お前マジ今日はちょっとお前守備でんな、許してくれやせんよって感じですね。待って、また西舘選手来たんだけど、これなかなかないよ、2試合連続。さあちょっと話すか、そろそろ。やばい。さあ、よし、パワー A の万波選手。そうですね、このラインドライブの特能出ればパワー A いきますね。で、まあ、降格打法の万波選手とライドラ万波選手、どっちが強いのかなと。まあ、結論っていうか、まあ、言っちゃうとですね、まあ、8月下旬のアップデート来ないと、まあ、わからないと。まあ、パワーヒッターがどんぐらい強化されるのか、まあ、そこ次第ですね。よし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 。やっぱ打球速いですね。今現在で言うと、ラインドライブの万波選手の方が、まあ、はるかに強いと思います。まあ、降格ついたとはいえ。まあ、特に大会ルールだと、ラインドライブの強さが、まあ、かなりわかるんじゃないですかね。ちょ、待って。おお。そう、こうやって降格出なかった時、どう打つか。やっぱ守備ステータス、まあ、ここはだいぶ、最新の万波選手の方が上なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、外野手っていうところで、まあ、ファイターズ純正的にも他に、強い選手たくさんいますし、12球団で考えても他にたくさん外野手で強い選手いるので、まあなかなか難しいですよね、使い方。おラッキー。おっ、危ねえ。もう一回回したい。
広角。やっぱ強いな。パワーヒー広角でこの選手も忘れてはいけません。オバンディ入れました。うわ、はい、もうマジ頼むぞお前、エラーすん、もう打線ショートだけには優勝目指して頑張ります。フィーバー。さあだいぶ猛者の方が来てしまいました。ブルーロックやないかい。まああと話したいことといえば、その8月下旬のアップデートに入ってパワーヒとラインドライブどっちが強くなるか問題あると思うんですけど、そのパワーヒってその 27% かな、打球のスピン量の増加が入ると思うんですけど、それはだいぶ強化が強くなるんじゃないかなと思っていて、あと芯から少し外れた時に打球の速度が増加されるんですよね。まあ特に大きい落ちる球とか、例えばツーシームとかもそうですけど、なるべくカーソルを下に入れた方がホームランが出やすいので、この芯から少し外れた時の打球速度増加してくれるのもめっちゃ強化なんじゃないかなと思います。あ、ちょ待って、やらかした。でもパワーヒッターが強化されるだけで、ラインドライブももちろん今後全然使いやすい弾道だと思うんで、まあ結局は、まあ、パワーヒがラインドライブと並んでも守備の良さとかミートパワー数値の高さとか、そこによって、例えば日ハムだったら同じライトで言うと稲葉選手が守備良い選手でいますよね。多分稲葉の方が攻守バランスがいいんで、まあ、結局は稲葉選手が強いのかなと。マンチュもね、外野できて上がればいいんですけど、守備率去年そんな良くなかったんで上がらないのかな。そろそろ真面目にバッティングします。ちょ、これインコース流します。ほい、うん、まあ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 、いいよ、し見せろパイ広角。うん、よし、打てた、ようやく。ヒバー、リベンジさせてください。ここでバッターオバンド。よし来た、パワー88。まあこれがちょっと広角打法の万波選手だと思って打てるかどうか。え、飛ばんの、え、は、また、ちょ待って、エラー多すぎ俺のチーム、なんなんこれ。いや、ちょ待って、もう打撃のこと話してる暇じゃない、守備練習。ジェー。お、オリックス巡席来ました。ちょっとこれ最後、ちょ真面目に試合しようかな。ちょ、さっきの三振はちょっとなしにしてくれ、ほんまに。ないかなと思います。あ、ちょ待って、ないかなと思います。あ、ちょ待って、ないかなと思います。あ、ちょ待って、思います。で、この山岡はいつの山岡、うわ、泥か山岡やん。これはなかなか難しいぞ。やばい、ちょ待って、待って、もう全然チャンスで回せんやん、万波。ちなみにチャンス20まで発動したらパワー90いきます。まあ最新万波選手もパワー90いくか。でもパワー90超えた時のラインドライブはもうアーティストと等しいです。なので個人的にはラインドライブ万波選手を推したいです。でね、こういうフォームがないんですよね、この万波選手。まあ、でも、まあ、あんま関係ない。大丈夫、打てる。ほい、フィーノー、惜しいな。でも今の打球見た感じ全然打てそうですよね。多分ランク戦ルールだからみんなパワーヒー広角強いとか思ってるかもしれない、知れないんですけど、時代はいつまでもライドラ。やばい。は、え、何今の、とりあえずライドラマン中フィバーなんですけど、ちょ待って、何今の、これなんだよね、ラインドライブ。なんかもう、ライドライコール実質広角、うおー、いや、反応で打ってもうた。まあ今のは、まあこれがアーティストって感じ。あ、止まらん。フィバー！いや、まあ狙いすぎ。あかん、マジ。ちょ、レフト誰、マジや、やばい、面白くなってきたじゃないか。ちょ、この回やりましょうか。やばい、あー、この選手も忘れてはいけません。あれ、広角は、あ、パワーヒでも逆方向打てるやん。よし、二塁、よし、来た、ようやくチャンス、万波。よし、あ、パワー90いかんの？
ライドラーはこの万波選手ね、さようなら男なんですよね、第3得の。そこがね、ちょっと使えん。とりあえずライドラー万波選手は、残しときましょう。ライドラーが弱くなることはないから。どう？うわ、打球上がらんけど。いや、どうなんだろう、ホームラン率はパワー比の方が上なんかな。でもライドラのいいところ、ボール球ヒットたくさん打てます、それ。さあ宇田川選手、ちょっと打とうか。パー、同点だよね、これで。面白くなってきたじゃないか。よし、え、サチやん、オリックス版のサチが来た。いや、日ハム版よりこっちの方が強いからちょっと羨ましいな。左で、これ多分ツーシーム D だっけな、 D ですよね、やっぱり。で、このフォークはどうなんだろう、なんかパーみたいな感じなんかな、違う、ナックルか。うん、ラッキー。よし、まあまあまあいいでしょう。さあ、うっ、強っ、キレタイピンコントロール。ちょ待って、サッチや VS コンちゃん、ちょ待って、 FA 対決やん、コントロールいい。よっ、え、なんか曲がらんかったんだけど、なんなんこれ。ツーシームさ、あんま曲がらないんだっけ。押したでしょ。よし、とりあえず逆転しました。ちょ、もう一回万波選手回る、ボールやん、落ちた。は、ローズ、おい、お前これがラストチャンスだ、お前次エラーしたらもう叫ばんぞ俺。ちょ、やばい、結構ガチ系統してるんだけど、ちょ、一応万波選手のライトビーンの守備も見てみたい。よーし、ワート。やばい、止まらん。させ！ああ。いや、そう、今回の万波選手、今シリーズの万波選手、なんと、そう、パワーじゃねえわ。肩 S 乗ったんですよね。日ハムの肩 S って、新庄監督と、万中大かな。誰？センター？ライト？よし！させ！まあ、意外と肩76でも、いい球いくね。やばい、激アツ展開。わ！ちょ、待って。これ振りすぎる、圧倒的に。待って、しかもホームラン打たれたら、さよならか。ちょ、待って、これ宮西対、T 岡だ。なんか2014年ぐらいを思い出す。待って、そしてこの応援歌。ホームランキング、デンデレデンデンデレデレデン T! めっちゃいい応援歌。待って、気づいたらツーボールになってるし。絶対ここストライク。100% ストライク。誰？セカンド？よくやった、ハンソン。まあ、違う。ハンソンじゃないか、あれ。